クイーン、パリン。完全にうつ病だな、吉田です。なのでしょぼい内容でごめん。とりあえずこの前ヤマゼンの赤い2000円の炊飯器を買いましたが、まあこれどうなんですかね。コンセントを抜かないと保温が止まらないのが致命的なくらいうざいし、味も大してうまくない。でこれが一つ前の爆買い動画でチラ見せしたアイリス大山の炊飯器。めちゃくちゃ悩んだんですよね、炊飯器選び。 YouTuber がよくやる10万円の炊飯器買いましたっておなじみのパナソニックの踊り炊きを買おうか悩んだんですけど、10万円のやつ調べてみるとメンテがやばかった。パナソニックのホームページ見ればわかりますけど、簡単メンテとか言って尋常じゃない数のパーツを洗わないといけません。ありえないなと思ってこれを買った。アイリス大山、美味しいご飯は水加減で決まる銘柄ん？はかり炊き圧力 IH、 水計量カロリー計量こだわり炊き分け、銘柄炊き40銘柄、極厚銅釜、厚さ3ミリダイヤモンドコート。三菱とか東芝とか象印とかいろんなメーカーが炊飯器作っていますが、あえてのアイリス大山。アイリス大山といえばパナソニックとか大手家電メーカーをリストラされた人たちを雇って激安商品を開発しているメーカーでおなじみなんですが、まあ、正直どうなんですかね。無難じゃないのは間違いないですが、少し気になるので買ってみた感じです。まあこう言っちゃ悪いですけど、炊飯器なんて枯れた技術、特許もクソもないと思うんで、パナソニックや象印の炊飯器の炊飯温度や炊飯時間を解析してコピーすれば、まあ、簡単に作れると思うんですよね。なのでアイリス大山でも十分だろうってことでこれにしました。一応アイリス大山の炊飯器では最上位モデルです。圧力 IH でポイント値引き込みですが2万円くらいで買いました。同価格帯に象印の圧力 IH 炊飯器もあるんですが、まあ無難なのは象印でしょうね。まあ多くの人がそっち買うでしょう。これ一人暮らし用の3合炊きタイプなんですが、想像していたよりもだいぶでかいですね。普通の3合炊きの 1.5 倍くらいのサイズがあるんじゃないかな。日本の家電ってやたらね光沢仕上げが多いんですが、いくらプラスチックを光沢にしたところで安っぽいんで、マットに仕上げてほしいと思うのは吉田だけでしょうか。この炊飯器の最大の特徴は測り炊き。この足の部分が測りになっていて、米の重量を測定して適切な水の量を自動計算してくれるという優れものですね。まあめんどくさいだけ説はあるけど。消費電力は 713W です。3合炊きなのでそこまでは大きくありません。コンセントは後ろではなくて右横から出ます。巻き取り式とかではなくてよくある磁石でくっつくやつ。圧力 IH なので洗うのが少しめんどくさいのかなと思ったんですが、普通の炊飯器とあまり変わりませんね。蒸気が出るところと上蓋だけです。釜は3ミリ厚の金属製、結構分厚い。他社の高級品だと炭でできていたり陶器でできていたりしますけど、あれって衝撃を与えると割れるらしいです。しかも釜単体で買うと死ぬほど高いらしいので、まあ、割れたら買い替えっぽい。まあ、そういうこともあって高い炊飯器ではなくて割れにくい中間グレード、まあ、普通の鉄のお釜、そのタイプにしたんですよね。まあ、やっぱり割れるとかめんどくさすぎでしょ。洗うのはこの上の部分、ワンタッチで外れるのでめんどくさくはないですね。フィルターがついていたりしますが、まあ、通常の運用ではわざわざ外す必要性はありません。まあ、ちょっと構造が複雑ですが、それは圧力 IH なので圧力を抜いたり圧力を入れたり、まあ、そういうことが必要なのでちょっと複雑なんだけど、どうなんすかね。まあ、細かいこと気にしなければ適当に洗えばいいんじゃないかな。チュチュチュイン、ササニシキ新米、激レア米のササニシキを用意しました。今ではコシヒカリの流行でササニシキってほとんど作ってないらしいですね。コシヒカリよりも病気とか寒さに弱いらしくて作るのがちょっと難しいらしいです。わざわざ取り寄せたんですよね。これコシヒカリよりも粘り系が少なくてサラッとしてるのが特徴です。まあせっかくなんで測り炊きを試します。計量手ボタンを押すと米の重量を自動測定してくれます。計量カップで正確に測らなくても、まあ、適当にぶち込んだとしても OK です。入れる水の量がわかります。 180cc。 基本的に大手の炊飯器と大差はない感じ。米の状態や銘柄硬さを選びます。40銘柄の炊き分けに対応しているのが売りだったりしますが、まあ、実際には6段階しかありません。ササニシキの場合は一目惚れを選べばいい。今風なタッチボタンなのがこれがね地味に使いにくい。普通のクリック感があるスイッチタイプの方がいいですね。あと液晶にバックライトはありません。暗いところだとちょっと見えにくいですね。まあ設定なんて最初だけで、あとはスタートボタンを押すだけだけどね。
この笹錦式楽天で小さな米屋さんで買ったんですが、まあはっきり言って精米状態はかなり悪いです。米が割れまくってるんですよね。バッキバキです。スーパーの米だと割れてる米って全く入っていないので、これは多分精米機の性能。あと気になるのは変色している米も結構入っています。茶色かったり黒かったり、これもスーパーの米には一切入ってないんですよね。ちょっと調べてみると、高級な精米機には全ての米をスキャンして、こういう不良な米を自動的に取り除く機能までついてるっぽい。個人店が買えるような精米機にはついてないんでしょうね。多分クッソ高いだろうから。まあめんどくさいんでザルで適当に洗っていますが、こうやると米が割れるってめちゃくちゃ指摘されます。まあやってみればわかりますけど、これくらいでは米割れないから。ここで悲劇が起きます。磁石式なのでコンセントが抜けました。計量機能がリセット、最悪です。まあ別にね、釜に印刷されている線まで水を入れればいいだけなんですが、せっかくなのでやり直しました。米を洗う前に測定しないといけないので、新しい米、水の量も測定して表示されるので、ゼロになるまで入れれば OK。 まあ映像では 30g 入れすぎですね。この機能って一見便利そうに思えますけど、実際に使った印象としてはこれは多分使わなくなります。炊飯器の中で米を測って、その後洗って、炊飯器の中に戻してコップで水を入れる、地味にめんどくさいですよね。釜の線まで入れればいいやんってなりそう。炊飯時間は設定や銘柄で変わりますが、この場合は57分。後日高速炊飯モードも試したんですが、40分くらいかかりました。まあ結構かかりますね。失敗した米は山善の安い炊飯器で炊いてみて比較してみようと思います。一応30分くらい給水時間を設けて、まあ、説明書通りに炊きます。アイリスの方は給水時間も蒸らし時間も全自動ですが、山善の方は完全手動。さすがにめんどくさいですねこれ。クイーンパリン、ザッカリ。まあもはやサブチャンネルみたいな内容になっていますが、カレーを作っていきます。精神崩壊して22時間23時間くらいベッドの上で生活しているんですが、その寝たきり生活で暇つぶしにラノベを読んでいたりします。まあラノベといってもいろいろありますけど、最近読んでいるのは異世界転生もの、しかも日本の料理で超強い魔物を餌付けしてチート的にウェイって冒険するやつですね。まあウェイ系好きなんだよね、ウェイ系。まあそういう設定の異世界ものって結構あるんですけど、やっぱりカレーはよく登場しますね。定番ですから、何回もカレーのシーンが出てくるんで、どうしても食いたくなったわけ。ちなみにですが、昔は海外のお堅い SF 小説とか好きだったんですが、まあ、逆に年取ると堅苦しい小説って読む気なくなりますよね。ライトノベルくらいの方が気軽に読むのいいですし、やっぱり会話のシーンが多いし登場人物も少ないので、まあ、適当に読めるのがいい、疲れない。まあラノベといっても主人公が中学生とか高校生だと世代的に違和感があって読みにくいんですが、まあ、最近のラノベっておっさんが主人公だったり、おっさんが転生して若返ったり、まあ、そういう設定のも結構あるんで、おっさんでもそういうやつだったら違和感なく読めますね。おすすめ。カレーの方は説明書通りに作っています。玉ねぎの他に牛肉、まあ、せっかくなんで国産の桃ステーキを買ってみました。まあ、1000円くらいしたのでカレー用としてはちょっともったいないかもしれません。カレーの肉、豚肉か牛肉問題ってありますが、親が作っていたカレーは牛カレーでした。なのでカレーに豚肉って少し違和感があるんですよね。まああとは人参とジャガイモを入れるのが定番かもしれませんが、ザ・カリーの説明では玉ねぎ2個と牛肉だけです。カレールーって安いやつと高いやつがありますが、ザ・カリーは高級タイプ。まあ高いと言っても1個350円くらいなので、そこまで高くはないですけどね。まあ高いやつはこういう液体状の出汁的なのが入っています。説明書通り15分間煮てカレールーをぶっ込んで完成。まあ一晩置いた方がいい説もあるんですけど、まあ今回はすぐ食べます。まあカレーで失敗するなんてありえないので、普通に美味しくできています。微妙ポイントとしては、1000円もしたくせに肉が結構硬かった。これだったら安いやつぶっ込めばよかったなとは思ってます。あと玉ねぎだらけすぎる、1個でよかったわ。グイーンパリン、かけたみたいですね。オープン。うわここにたまんのかよ。実はアイリス大山の炊飯器買うの2回目なんですが、昔買った時も同じで、上蓋の水がお釜ではなく外にこぼれました。掃除を考えればお釜に水を戻してほしいんですが、あえて外に漏らしている可能性はありますね。結構な水の量なのでべっちゃべちゃになりそうなんで。まあちなみに他社の炊飯器がどうなってんのかは知らん。
炊き上がり具合ですが、ヤマゼンの2000円と比べると全く違います。正直言って、まあ、炊飯器なんて全部一緒だろうとか思っていたんですが、味とか以前に見た目が全然違うんですよね。映像ではヤマゼンの2000円のやつを混ぜていますが、ヤマゼンの方はツヤが全くありません。米がマット仕上げなんですよね。アイリスの方は光沢仕上げです。映像では伝えられませんが、パッと見では全然違う。安い方の炊飯器で炊いたやつは明らかにね、米が潰れてるんだよね。まあ美味しいけどね、普通に。でアイリス大山の方は明らかに米の粒がはっきりしてる。あ、全然違えわ。圧倒的にこっちの方がうまいわ。これね、表現は難しいんですが、とにかく食感感触が違います。ヤマゼンの方はパサついていてみずみずしさがないにもかかわらず、歯ごたえがなくてネチャネチャしていて水っぽい、なんというかパサついているというかネチャついているというか、どっちなのかよくわかんないような、なんか独特な微妙な感じなんですよね。もっちり感が全くないというか、弾力性がないというか。一方でアイリス大山の方は一粒一粒がはっきりしていて、適度な硬さがあって弾力があります。圧力 IH で炊くともっちり感が増すらしいんですが、まさにその表現通りもっちもちしていてうまいです。まあ味は一緒なんですけどね、食感が違うだけ。こっちアイリス大山、こっち山瀬、ハーフ&ハーフでした。まあたっぷりあるからたっぷりかけちゃおうか。ケチらず、あと3日ぐらいありそうだな。あとじゃがいものなんか茹でてあるやつが出た。ソース、はい、うん、まあ普通にうまい。ちょっと水っぽいな。もうちょい固めに炊いた方がいいね。カレー用としてはちょっと柔らかすぎるけど、まあ悪くはないね。まあ、ヤマゼンダメだ。ヤマゼンダメ。これ全然違う。これ時間が経つと分かる。炊きたてだとそこまで差はなかったんですけど、これ時間が経つと全然違うな。アイス大山の方は、まだみずみずしさを保ってて、全然パサついた感じ、乾燥した感じないんだけど、もうヤマゼンで炊いた方も表面がね、もうパサパサ。もう見て分かるレベルで乾燥しちゃってんだよね。もうパッサパサだよ。パッサパサ、パッサパサのくせに柔らかい、ニタニタしてる。ちょっと時間が経つとヤマゼンは表面が乾燥してしまいますが、アイリス大山の方はそこまで乾燥していません。長時間保温すると差が出てきそうですね。まあといってもヤマゼンは保温1時間までしかダメって説明書に書いてあるんで、乾燥するからそう書いてあるんでしょう。まあとは言ってもカレー用のご飯としてはどっちも大差はないですね。やっぱりご飯はそのまま食った時に差が出てくるもので、やっぱ汁物と一緒に食うとわからん。食洗機、食洗機で洗ってみましたが問題なく綺麗になります。お手入れはぶっ込めばいいだけなので楽そう。ちなみに5号だけではなくて3号にした理由は食洗機で洗いたいから。 5.5 号だけのやつも食洗機にはギリギリ入るんですが、余裕があまりありません。3号だと余裕があっていいですね。クイーン、炊飯器を買い替えた最大の理由は万南光を使いたかったから。ダイエット用のこんにゃく米ですが、2号もしくは3号で炊くための代用米です。美味しくないとかそういう以前に、ヤマゼンの 1.5 号炊きではダメなんですよね。別に明確にダイエットはしていないんですが、でもある程度カロリーをカットしたいなということでこれ買ったんですよね。まあまあうまければいいんですが、どうでしょう。映像の配合は1号の米に1号の万南光、一番カロリーカットするモードで入れています。他社の炊飯器だと万南光モードとかあったりしますが、アイリス大山にはありません。なので普通に炊きます。万南光と一緒に食べるためにカネフクの辛子明太子を用意しました。ちなみにこれふるさと納税で1万円だったかな、1万円払うともらえるやつ。訳あり品で多少欠けているやつですが、1万円でこれだったらいいよね。これ業務用らしくて、スーパーで販売するためのステッカーがついていました。スーパーのパックに入ってるやつって写し替えてるだけなんですね。知らなかったです。スーパーで見かけるカネフクの明太子よりは小さめですね。端っこが若干崩れています。1キロ入ってる冷凍、凍ったままでも一個一個分割が可能。いいでしょう、ちょっとずつ食べられます。やっぱここ水がこぼれるな。全然なんか違う。
ダイエット食品ってほぼ 100% まずいんだけど、これはギリギリ食べられますね。万南光の味は全くしないので完全に米の味。ただ粘り気が全くありません。サラサラしていて違和感はありますね。食感は米っぽいですけど、やっぱり米 100% の方が 100% うまいですけど、まあダイエット用のご飯だと思えば、まあかなりいい線いってるね。ちなみに金福の明太子はスーパーに売ってるやつと全く同じ味ですごく美味しいんですけど、まあせっかくなんでからし明太子おにぎりにしてみます。結論的に言えばおにぎりにはなりません。粘り気がないのでくっつかないんですよね。すぐに形状が崩壊します。サラサラってことはチャーハンに向いてる説ありますよね。パラパラチャーハンになりそう。というかね、もう入れた瞬間にパラパラになるんで、チャーハンには明らかに向いてると思う。冷蔵庫にあった漬物とベーコンを投入。あとはサラダ用に買ったオニオンレタスサラダを入れました。レタスチャーハン美味しいよね。ダイエットのために万南光を使っているのに結局量が多くなっちゃったんで、何の意味もない説あります。チャーハンは正解です。万南光感が全くないです。わかりません。しかもパラパラしてるので普通に作るよりもうまい。野沢菜もいいアクセントになっていて美味しいですね。ちなみに残りのカレーは山岡屋風カレーうどんにして食べました。まあまとめとか特にないんですけど、アイリスオーヤマの炊飯器普通に気に入って使っています。まあただね、他社の10万円のやつを使ったわけではないので、それと比べてこれがうまいのかどうかは分からんけど、まあ2万円という価格を考えれば必要十分。以上で終わりますね。以上です。以上です。以上です。吉田です。吉田です。